どうも、皆さん、こんにちは。皆さんはブランド物を安く買える方法をご存知でしょうかインターネットオークションやメルカリやフリーマーケットサイトなどで未使用品として誰かからもらったものを出品されている方がたくさんいらっしゃったりします。もしくは買ってみたけど、 服や靴であればサイズが違ったハンカチタオルなどであれば買ってみたものの使わなかったという例がいくつかあると思います例えば定価1万円するものでも誰かからもらったもしくは使わなくて自宅保管になったものは オークションやメルカリなどで5000円ぐらいから出品されてたりする場合もありますのでぜひ皆さんもいろんなブランドもの自分のお好きなブランドもので検索してみてくださいご視聴ありがとうございましたまた次回も投稿するのでぜひよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょう